当館の収蔵品展です。テーマを入間川商店街の歴史としました。かつて入間川商店街で実際に使われていた品々46点を展示しています。明治大正と昭和そして平成以降と3つの時代に着目し、それぞれの時代の商店街を復元しながら時代とともに移り変わっていく商店街を見つめます。今回の展覧会のために作成した3つの大きな地図を展示しています。1つ目は明治35年の入間川商工図、2つ目は昭和40年代の入間川商店街地図、そして3つ目は令和2年現在の入間川商店街地図になります。これらの地図は現地の聞き取り調査の成果も入っていますので、当時の商店街の様子をよりリアルにイメージしやすいものとなっています。展示物が使われていたお店の場所をぜひ大きな地図上で対比しながら見てください。見どころとしては昭和の鍛冶屋について展示をしているブースがあります。金山様という鍛冶屋の神様を祀る金物をかたどった金属でできたミニチュアがあります。これ自体も可愛らしいのですが、鍛冶屋で売られていたものも分かって当時の生活文化が見えてきます。また入間川商店街には人形に関わる職人さんもたくさんいました。それらに関係する可愛らしい人形も展示しています。今回聞き取り調査を行った中で貴重な写真をお借りすることができました。それらの写真や取材成果も見どころの一つです。ぜひ入間川商店街の歴史を見にいらしてください。狭山市域の新たな魅力を再発見することができると思います。